間はブライトン対フライブルク、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はスコットランドグラスゴーにあるアイブロックススタジアム。5万人を収容し120年の歴史を誇るスコットランド唯一のスタジアムとして知られています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、はい、このゲーム防御率のシステムで今日来ているようなんですが、まあ、これはもう守備的なスタンスと見てこれ間違いないですね。かなり固くいってますよ ね、このシステムはね。もう本当に失点をもうゼロにしながらいかにこう試合を進めていくかという狙いがもう感じられますよね、はい、当然これは5枚後ろにいます、はい、そうするとこれスペースをかなりきっちり管理して侵入を防ぐ。そうですね、はい、まあ、入りどころがやっぱないように作っていくというのがこの 5-4 だと思うんですよね、うん、まあ、そういった中でスライドをうまくしていかないと、ね、侵入のしどころを作ってしまいますからね、うん、気をつけなければいけないと思いますけど、ただこの人数だったら守れると思いますからね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。ブライトン対フライブルク、エキシビションマッチが始まりました。サイドを紹介します。右側がフライブルク、対して左のエンドを守るのはブライトン。クロスが上がる、このクリアボール拾いたい。このボールはつながりません。堂安、ルーズボールになります。フライブルク、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ、攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、まあ、まだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。サイドへ、これ仕掛けるか。さあどうする。さあ左へ預けて、まあ、サイド、これを拾いたいフライブルク。この位置で受ける、縦へのボール、堂安来た、シュート、ここはいい位置に詰めていました。これ落ち着いてましたね。結構とっさに吹かす選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。先制ゴールが決まりました。フライブルク、とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね、
柔らかいボール、ボールが上がる、フライブルク、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。クリア、このピンチをなんとか出します。ここで前を向けるか、この柔らかいパス、ここで前半が終了しました。結果前半1対0。さあまずは最初の45分を終えました。ブライトンとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。ブライトン対フライブルク、それでは続けて試合をお楽しみください。早々とこの後半始まっています。ブライトンとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。ゆるく狙ったボールと、これはつながりません。枚数いる、中につなぎたい、上げてくる、ここ拾って次につなげたい、フライブルク、さあ右へ預けて、チェックを受けながらのドリブル、チャンスを演出できるか、どうする、フリーで受ける、これはどうやらオフサイドのようです。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ブライトンとしてはどうしても後手後手になってしまってますからね。何かこうアイデア欲しいですよね。堂安、堂安、堂安、今日ワンアシストです。堂安、また中央へ、サイドを使います。堂安、堂安、仕掛けるか、今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。ブライトン、残り少ない時間をなんとか生かしたいところですよね。いや厳しいですか、またファウルか、イエローカードが出ました。堂安、堂安、堂安へ、もう一つ前に行きたい、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。中央上がっていきます。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。堂安、
つながります。スルーパスを狙う、シュート決まった、追加点、フライブルク突き放します。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目です。さあ、フライブル、ここで笛です。2対0、ブライトン敗れました。これは残念でしょう。さて、北澤さん、今日のゲームどうでしたか。ブライトンとしてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かちぐはぐになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。